モスクワ放送交響楽団は、ロシアのモスクワを本拠とするオーケストラ。現在は、正式名称を、P.I. チャイコフスキー記念交響楽団と称する。1930年に、ソビート連邦の全国ラジオ放送向けの音楽を演奏するオーケストラとして設立された。設立時の名称は、モスクワラジオ交響楽団だった。ソ連時代の、 1930から1958年には、全ソビエト連邦ラジオ放送連盟公共楽団。1958から91年には、全ソビエト連邦ラジオ、中央テレビ放送公共楽団。1993年からは、ロシア公共楽団であった。ソビエト連邦の崩壊の後、チャイコフスキーの音楽演奏について、中心的な役割を果たしたとして、 チャイコフスキーの名を冠する現在の名称となった。日本においては、解消後も慣例的にモスクワ放送交響楽団と呼ばれているが、英語名称に従ってチャイコフスキーシンフォニーオーケストラとも呼ばれる。ありがとうございます。